リョフカルマ VS ボーンズ。先行青コーナー、リョフカルマ、後攻赤コーナー、ボンズ。先行のリョフカルマにビートを選んでもらいましょう。1本目。ビートは2つ目、8小節4本と16小節2本選べますが、8小節4本、ビートは2つ目。それでは行きましょう。先行青コーナー、リョフカルマ、後攻赤コーナー、ボンズ。 UMB スペシャルバーン、レディーファイ。 Yeah, yeah. ABS リンキンルーム QMB の聖地でお前とこうやって向き合えて、さっきのライブ俺からお前にマイクつなげて、まずはそれに感謝だけを捧げとくか。この先はガンジャじゃないがお前の薬味のおかげでボンズ、俺んちからポンズがなくなったぜ。一本筋通すラップのスタイル、誰の音の上でやったって変わんねえな。やっぱずっとこうやって2本指やってる、多分こいつ家から山賊役で決まりすぎてヤバすぎんだぜ。ブリブリのフォンドゥを、そんなものは分かってんだよ。どうするか、これは答えだ。今から始めるぞ。レシピ通りにお前を裁く、三枚おろしてギロチン落とし、命酔いよりみんな白き、お前の首飾って踊りたい。残念ながらネットで調べようが、リョフカルマを三枚おろしにするようなレシピは存在しない。何せ俺は負けたって負けてない男だから、ここにまた立って懲りない言葉を吐き続けてる。レシピはないけど歴史はあるし、この先も続いていくみたいだから、俺は背中で見せるし、セルシオに乗ってるわけじゃないか、シーマーが待ってるならばそこまではいかないとな。オンボロの片落ちのシーマのことを追っかけてるようじゃ、お前はハイディガスと一緒、上に上がって煙と分バイバイ、お前と一緒、サングラス越して見てるスカウター。どうだ俺の戦闘力どんなもんだ、お前見えてんのか、どんなもんか分かってる。残った吸った、また火を上げて、また上がる花火ボン、打ち込んだ銃弾は一発分かってる。ゴリップ軍今五輪中上げる線香、目で見りゃ分かるよ。スカウターなんか使うか、お前を数字で判断したことなんて一度もないよ。あえて数字にしてみれば俺の足元にも及ばないが、そうじゃないところで俺はお前たちのことを見てるよ。一瞬の爆発力、ひらめきひらめき、それに全部を委ねて言葉を吐き続ける限り、お前でも俺にもしかしたら叶うかもしれないけど、今日はそのチャンスはお前には残ってねえみてえだな。わからないようだな、残ってるか残ってないかはお前が決めるんじゃない、俺自身が決める。挑戦者ハングリーだからな、今日もよだれが滴る、いい匂いがする。お前の力を噛み砕き、わしつかみ食らいかい、 AKA わし猛禽類の王者、お前のことを食いに来てる。背後に気をつけろ、お前の背中見てろって言ったよな、背後から見てんだよ、今日の生贄はお前だ。いただきました。背後から置いてく、Yeah. 背後から置いてくるボンズを尻目に、俺の背中は約100フィートの空間を空けてるだろう。このビートと同じでノロノロしてると、誰の背中にも手とか届かなくてそこに転がるのみ、全部飲み込んで骨ごと吸収する俺と、噛み砕くだけで食べ物こそお前と、どこが違うの、ハイエナじゃねえ、俺は丸飲みのダイジャースタイル、締めついて締め上げるぜ。死に上げたところでお前もタップする、タップして踊ってる、その上で俺もシーウォーク、緊張するお前の心臓を打つ、一発で十分って言った伏線を回収して、また打ち込んだ薬莢の上で熱さが染みてる。お前の言葉よりも踊ってるものがどこにあるか、そこに立つものがあるから、負けないんださ。今から負けたものよりも、負けましたよりも、極上のものが負けたようだから、今日も負けない気がするわ。
それでは判定お願いします。先行青コーナー呂布カルマ、ありがとう。後攻赤コーナーポンズ、まずは呂布カルマ、陪審レディージャッジ。青勝者呂布カルマ、ポンズに大きな拍手ありがとうございました。